瀬道家は、奈良時代における和歌の一形式。古事記、日本書記、万葉集などに作品が見られる。577を2回繰り返したロックからなり、上三句と下三句とで読み手の立場が異なる歌が多い。頭楽を再び選らすことから、瀬道家と呼ばれる。577の片歌を二人で唱和、または問答したことから発生したと考えられている。 国文学者の久松千日は、上大日本文学の研究において、世道家の本質は、問答的に交渉するところにあるとの考えを示し、他の研究者もこれを支持している。一人で、英作する課題もあるが、これは、柿の元の人まろによって創造されたとの説がある。万葉集には62種の世道家が収められ、そのうち35種までが、柿の元の人まろ家集からのものである。 万葉集以後は、急速に衰え、古今和歌集以下の直線和歌集では稀である。古事記では、意趣記よりビメと大工地との問答として、次の歌が収録されている。万葉集からも、例を挙げる。次は、世道家本来の問答、昭和形式のものである。次の例は問答家ではないが、第三句と第六句とが共通であり、歌われたものと考えられている。 次の例は、読み人知らずの歌で、新体さんの三輪山の杉原を女性に、その宿の新官を、女性の親に引入したとされる、瀬戸家である。伊藤博士、万葉集尺中四補中七百十八ページ瀬戸家、稲岡孝二、人間六花集瀬戸家の文学的意義用事、読み下し、番号は、倉屋、賢治工中、古事記による。中妻紀、神武天皇、二皇后選定。 87から89ページ。用字読み下し、番号。現代語訳は、伊藤博士、万葉集釈中4による。230から231ページ。261から262ページ。静岡県浜松市北区割跡川。ありがとうございます。